レスウルス DK-1 とは2006年にロシアが打ち上げた商用地球観測衛星である。レスウルスは資源を意味しており、レスウルス F 型は1989年から使われており、その後レスウルス 0H 型、F-1M 型などが使われており、レスウルス DK-1 は一番新しいタイプであったが、2013年6月28日に、 次世代のレスウルス P 型が打ち上げられた。レスウルス DK1 は2006年6月15日にバイコヌール宇宙基地からソユーズ U ロケットで打ち上げられた。衛星の重量は6.7トンで解像度1メートルの白黒画像と解像度2メートルのカラー画像を撮影できる。取得したデータは地上局の上空を通過する際に送信され、ロシアの政府機関、 国際機関、民間の利用者に提供されている。この衛星にはこの他に、イタリア製の宇宙船や、汎用紙を観測するパメラと、ロシア製の地震前兆現象を捉える、高エネルギー粒子検知器アリナが搭載されている。レスウルスと人間のサイズの比較。ありがとうございます。